はい、皆さんこんにちは。やってまいりました、安藤裕二の時間です。はい、はい、最近結構有名人になった安藤裕二ですね。というかね、僕はもう新しいほら要するにスマホが入ったから、うん、やろうと思うのはできるんだけど、基本的に10分ラジオは安藤君の配信です。はい、で僕もシェアしてます。はい、みんなシェアしてね、クラウドファンディングもそうだけど、これもシェアしてください。お願いします。はい、安藤君ね、もう言いたいことがいっぱいあって、そうですね、毎日がね、要するに困った時に100兆番言いたい放題チャンネルだから、それをね、うん、全部凝縮して、はい、安藤裕二チャンネルにしてもらいたいと思いますね。ですね。はい、まあ、何がともらえ人間いろいろあるけど、今もうね、自粛がもう最悪の状態で、最悪です。はい、コロナ警察も蔓延してます。はい、なおかつもうね、緊急事態宣言で、うん、酒類販売できないとかね、下手するとね、外で飲むのはいけないってのはいいけど、まあ、下手すりゃコンビニまで規制するんじゃないかっていうね、うん、怖さがありますね、うん、そんなことも増えていきましょう。それではいきましょう、安藤裕二のラジオマン来ました。はい、はい、じゃあ安藤君にじゃあちょっと語ってもらいましょうね、はい、まあ暴言ラジオになるかもしれないんだけど、いいよいいよ、まあしょうがないよね、だってそれだけのことされたから、うん、まずね、これは前にもラジオで言ったからちょっと軽めにやるけどね、今週は、まあ、この1週間ね、初めてです、マスク警察に遭遇したの。私も丁寧初めてですからそれで、ね、そう、まあやっぱり態度がひどかったよね、うん、もう何、おいマスクしてないやつに注意しよう、駅員に命令してんの。あ、もうバカだね。ねえ、だって本人にお願いじゃないのよ、うん、この言えばやるだろうっていうさ、ああいう魂胆で動いてる、命令したいんだな。そう、どっかでよく命令されてるんですよ、あの人に、うん、かもしれないね、サラリーマンっぽかったし、うん、で立場弱そうな人に言ってくんだ、僕みたいな。そうそう、俺には絶対言わねえ。でもう僕はすごく丁寧に、ね、接するから、駅員さんに対しては、うん、あとまあお巡りさんに対してもそう、うん、一応ね、通報もしたし、まあそしたらね、すごかったのはやっぱり世間ではマスクつけないやつが悪いみたいな感じでニュースで扱われて、うん、はいはい、ね、マスクしてないやつが逮捕されてしょうがねえみたいなさ、うん、感じで言ってんだけど、まあ僕の場合は駅員さんも、うん、おまわりさんも味方してくれました。よかったね。ね、もうあいね、かわいそうにみたいな雰囲気で見てくんの。かわいそうに見えるなねえ、もうほんとふざけるなって感じで。いや、この戦いはしばらく続くと思うけどね、うん、なんかね、面白いホテルがあったんだよ、うん、マスク警察支援ホテル。お、要するにいつもマスク警察になっててイライラしててね、カリカリしてて、うんうん、健康に良くないから、はい、お風呂に入ってゆっくり休んでね、うん、だから早くそれを改めなさいみたいなさいや、まあ、だからね、良くないの、そういうことね、うんうん、それを安藤君みたいな善良で、うん、心優しいね、うん、本当に障害者にいじめのようにやってくる、うん、でいじめたいやつなんですよ、うん、だから俺が言ったら本当に、うん、警察だけじゃなくて全部呼んで、うん、動画をアップしちゃって、うん、もうダメだから撮っちゃうからね、うん、それで弁護士も通してるからさ、もう賠償もさせようと思ってんだよね、はい、まあ本当ね、あと優しいからそこまでやんないんで、まあね、うん、ちょっとそれは考える。やっぱりその経験で電車乗るのやっぱ怖くなっちゃう、多分。動画アップしちゃいないよ、本当に、うん、全然関係ないんだから、うん、アップしちゃって、はい、うん、やればいいんだよ。そうですね、なんだったら俺の名前でさ、アップしちゃったっていいんだけど、ええ、要するに悪いやつをね、うん、エアドロップして俺がね、はい、いやいや、もう世の中でいうこと、これ私じゃありませんかってやつ、うん、いいわけだから、うん、やっぱ悪い奴がこういうのがいるってことはね、はい、やっぱしなきゃいけませんね。そうですね。だからさ、俺が主導権で言ったら、はいはい、まあそんなことがあって、やっぱりそのコロナに対してのね、国民のレベルの低さっていうのはもう本当にね、イライラしてんの。うん、でこれね、これ昨日の話なんだけど、ネットでね、まあ文化芸術、これは社会のために必要だみたいなハッシュタグが、ね、あったね。あったので、僕ね、それ見てもうカチンときちゃって。1年前にやっぱりそのホリエモン祭りとか、うん、まあ K-1 とか、別に僕はファンでもないし、うん、支援も何もしてないんだけれど、なんか嫌いな方だもん。そう。でもそんなの今必要ねえだろうと言って、そのエンターテインメント、うん、工業、こういう仕事をやってる人たちをもう社会に必要ないって言ってたんだよ、うん、そうね、僕あれはもう本当に許せなくて、許せないね、で、じゃあ国が支援するじゃない、うん、やっぱりその休業のせざるを得なかった時の保障だったり、ね、うん、今度それをやるとお金出しすぎだとかさ、うん、困ってるのはお前らだけじゃないとか、うん、もう国とやっぱり工業やってる人たちを今度叩く、うん、で今更何言ってんのって話でしょ、うん、で僕はもうさ、これ僕は言う資格あると思って、なんでかっていうと、
そういうやっぱ去年大変な時とかにお金を出したから、うん、行ったつもりで、うん、だからとりあえず金出してから物言えと思った。そうだね、うん、だから本当にねお金を出したりもらったらそうが悪いようなさ、うん、そうお前が悪いんだよ。そうそうそうじゃあ寄付してやりゃいいじゃんだよ、うん、このね日本人の手のひら返し、うん、同一人物かどうか分かんないけどさ、やっぱりひどい。ひどいね、うん、やっぱこうはなりたくないと思ったよ人間として。だからねどっちにしろ言えてることっていうのはさ、まあ面白いのもあったんだよ、うん、武田博士が言ってたことだけど、はいはい、と八田さんが誰かがね、うん、インフルエンザが、うん、マスクしたりねあれのおかげでさ、うん、激減したじゃねえかって言ったの、はいはい、ね、じゃ武田さんがねよく調べてみろって、うん、もう知らないですよって NHK のあれだけ言っちゃいけないって、うんね、インフルエンザはコロナの前の2ヶ月、うん、ディスク前に、うん、激減したんだって、うん、2ヶ月前に自粛してそれでコロナ騒ぎでこういう大騒ぎをし始めてからは、うん、水位は変わったんです。その時にもう減ってて、うん、全然それと関係ないんだと、うん、自粛も何もマスクも、うん、はっきりそう言ってたね、うん、多分そうだと思うんだ、うん、知らずもしないで物を言うなんつって、うん、気持ちいいから言うこと、うんうん、もうだからね要するにマスコミに騙されて、うん、偉そうにしている、うん、芸能人のさプチなんか、うん、インテリゲンスがありそうなメーカーとか、まあ、はいはいはい多いじゃんそういうバカがいるね。頭いいと思ってるバカ、頭そんなよくないんだよ、うん、みんなね、うん、そうか分かんなきゃいけない。だから勉強してインテリジェンスを上げるのかウィズダムは鍛えるか、それがどっちもないんだよ、うん、何も何も、うん、でこれは俺悪いけど、はい、俺嫌いだから言うよ、うん、ひろゆき君とか、うん、ね、堀江門とか頭がいい扱いされてるけど、うん、あんま良くないからだな、ね、うん、だから武田さんなんかは、うん、インテリジェンスが高いから、うん、ウィズダムもあるけど、うん、あすごいと思って、うん、言ってることは全部正論で、うん、でまたそのハッターなんとかっていうのはさ、うん、ニュース用紙かなんかなんだけど、はいはい、武田さんのことなんでわざとね、うん、NHK だけ目の敵するんですかとか言うんだ、うんうんうん、そしたらそれは当然だっての、うん、ね、要するに他の人はそうだそうだってみんな言うんだけど、うん、武田さん曰くは NHK は、うん、国営放送なんだ、うん、で現でだから要するにさあれを見ることっていうのは、うん、むしろ義務みたいなもんなんで、うん、その中でね一方に偏った意見しか言ってないんだから悪く言っていいと。うんね、別に朝日新聞が言ったって何だって構わないんだと、うん、自分たちやってるから、うん、読まなきゃ。ところが NHK だけは違うだろうと、うん、ね、その中で例えば武田の話は取り扱わないで、うん、インフルエンザの話があれしてとかね、うん、これが間違ってる。その通りだよね。すごい感動しちゃった。武田さんすごいんだろ、やっぱり一番しっかりした人だから。そうね、うん、で一応さ僕も1年前までは、うん、まあ世間でいうコロナのに近い側の人間だったのね、うん、まあ要は勝手にやばいかもしれない、分かんなかったから、うん、分かんなかったからとりあえず勝手に自粛をして、ね、家こもって自分で調べて、でもそれを押し付けてはいないの、うん、でやっぱりその時はいやお前大げさすぎだよとか言ってたのに、うん、今度僕が外に出始めてノーマスクし始めたらさ、なんで固くなにマスクしないのって言うんだよ、うん、なんだよ立場入れ替わってるじゃんみたいな、うん、うん、結局僕は調べたから、うん、今この立ち位置にいるわけだ。いやね安藤君はねよく調べる、うん、これでポイントだってなんだってさ、うん、食べてね、うん、ハンバーガーをさ歩いて食っちゃうんだよ、うん、まあ歩いて食っちゃうハンバーガーなんだけど、だからそれは大事なの。調べないでね、どんなこと言ったってしょうがないわけだから、うん、あとは調べるからすごいの、うん、まあね、調べるのが多すぎてまだ飛行機のチケットとかやってもらってないんで、うん、今日やんないんや。そうだね。いやー、ほんとね、でもね、すごいともアグレッシブで、この俺とやってるといろんなことがあれやれこれやれとかさ、マジック覚えるとかうるさいから、それをこなしながら、ラジオちゃんと毎回ね、アップして、今毎日だからね。そうですね。と俺と一緒に喋って、ええ、それでね、マジックだけじゃいろんなことをやってると。うん、これは素晴らしいと思いますよね。うん、それで一緒にマスクしないで飲み会飲み会。そう。ノーマスク飲み会。これをさ、うん、俺に文句言いたいんだろうけど、誰も言えないからさ。で、俺ってさ、ひどいのはさ、はいはいはい、いいね、超いいねとかフェイスブック感じゃん、うん、それで、困った顔とかね、嫌な顔。ああ、あるね。あの顔とか来ると誰か調べちゃって、はいはい、そこに行っちゃうから。やめないから、これ絶対さ。うん、ね、だから、喧嘩運動って堂々と売れるってね。うん、ネギ送ってくるバカいるけど、うん、それはテロだから。そうだね。喧嘩じゃなくてね。うん、喧嘩はちゃんと対マンの喧嘩みたいにね。はい。論議するんだったらやるし。うん。だからノーマス飲み会に来てください。うん。そしたら論議しましょう。はい。ね、僕の持ってる知識とぶつかってください。うん。任したら大変なもんだよ。そうね。世界的有名になっちゃうね、俺。うん。論破したら。うん。まあ、だから、時間になってきちゃった、ね。そうだね。だから僕はさっき作ったキャッチフレーズがあって、これはね、広めたいのが、いいね、もうぶっ飛ばせコロナの、
そう、脳は脳みそなの。そうそうそう。いいですね。はい。ぶっ飛ばせ、コロナ脳。気持ちいいところで、はい、みんなでぶっ飛ばしましょう。そう。はい。それじゃあ皆さん、はい、またね。またね。どうも。